ウィレム・アレクサンダーは第7代オランダ国王、ドイツの貴族の一つ、アムスベルク家の課長でもある。オランダのベアトリクス女王の第一子として、ユトレヒトで生まれた。オランダ王室で直系男子の誕生は、アレクサンダー王子以来116年ぶりであったが、翌1968年にヨハン・フリーゾ王子、1969年にコンスタンティン王子が続いて生まれた。 ハーグでプロテスタント系の小学校に通い、様々な階層、人種の子供たちと共に学んだ。その後、ウェールズのアトランティックカレッジを卒業、ライデン大学で私学の学位を取得した。王妃となるアルゼンチン出身のマクシマ・ソレギエタは、その父ホルヘがアルゼンチンのホルヘラ・ファイル・ビデラ軍事政権の大臣であったため、王太子との結婚には賛否両論があったが、 軍事政権の反対派への流血の弾圧に、ホルヘが関与していないことが明らかになり、2002年に結婚にこぎつけた、イギリス王ジョージ二世の娘であったオラニエコー妃、アンネの子孫である、カトリック教徒であるマクシマと結婚したため、1701年を追い、継承法で定められていたイギリス王位継承権を、一旦は失った。その後2013年を追い継承法の改正で、 カトリック教徒との結婚で継承権を失うことはなくなったため、現在は継承権が回復している。2003年に長女のカタリナ・アマリア王女が生まれ、さらに2005年にはアレクシア王女、2007年にアリアーネ王女が生まれている。1998年から2013年まで国際オリンピック委員会委員を務めた。即位式の礼装国王、王妃の玉座と、 デガリア母のベアトリックスが2013年4月30日に対戦言書に署名して退位し、アレクサンダーが王位を継承した。その後、アムステルダム神教会で即位式が挙行された。即位に伴い、オランダでの国王の誕生日を祝う、祝日、女王の日は王の日に名称が変わり、祖母、ユリアナの誕生日である4月30日から、 ウィレム・アレクサンダーの誕生日である4月27日に変更となった。2014年10月28日から10月31日まで日本を国賓訪問した。即位後、欧州域外の国家を公式訪問するのはこれが初めてであった。大太子時代の1988年以降、通算で15回以上も来日している。2014年10月29日に模様された皇居。 旧中盤3回では、私たちは第二次大戦中におけるオランダの市民と兵士の経験を忘れませんし、忘れることはできません。互いの苦しみを認め合うことが、両国の和解の基礎となるでしょう。そして両国はそれに、積極的に取り組み新たな信頼を築いてきたのです。とスピーチし、日本とオランダの両国が、自らの戦争体験を直視することが、 日蘭両国の友好親善の基礎になると訴えた。イギリス王室と血縁関係にあるオランダ王室と日本の皇室はロイヤルファミリーを持つ国家として特に親密な関係で知られており、欧州ではスウェーデン王室やイギリス王室などとともに王室間での交流が盛んな国である。2012年ロンドンオリンピックの自転車競技において自国選手のエレオノラ・ファンダイクを応援する。 ミレム・アレクサンダーとその家族使用言語は、オランダ語のほか、英語、ドイツ語、スペイン語、趣味は、スキー、スケート、乗馬、飛行機愛好家であり、パイロット資格を取得した。王族に生まれていなかったら、ボーイング747などの大型旅客機のパイロットになりたかったと語っている。1989年には、アフリカ医療研究教育基金の無給操縦士として、 ケニアで働いた。1991年にはケニア自然保護局において1月操縦士として務めている。母親から王位を引き継ぐ以前には女王の移動の際に登場した飛行機を操縦することもあった。2017年5月にメディアとの会見において、KLM オランダ航空の子会社、KLM シティホッパーの路線でホッカー70の 副操縦士として21年間勤務していたことを明かした。機内放送を行っても彼の身分に気づいた乗客はほとんどいなかった。2017年にはボーイング737の操縦訓練も受けている。ありがとうございます。